名古屋の中京テレビの「全力斎藤さん」っていう番組にこれまで呼んでもらってねえ収録行ってきたんですけどまあ若手芸人が何組かネタをやる番組なんですけどかもメンタルさんもいらっしゃってなんでま牧おさんと結構いろいろ喋ったんですけどまあ前ゲストにも来てくれてまあそっから何度かまきおさんに会ったんですけど結構気にしててあれ大丈夫だったかなみたいな。 あ,あ、そうなんだなんか変なこと言われてないみたいなすげえ気にしてるんですよ、うん、いやいや良かったですよマキオさんあの全然、うん、めちゃめちゃおもろかったらしさも出ててまあああいう人って大概その自分がどう見られてるのがいいかもよ分かってないでしょうから、うん、いやいやマキオさんらしさ出て良かったですよだからまあ,<て>まあ面白いんでしょうけどねそうそういやじゃあかったみたいな話してたらあのちょっと来て井口ちょっと来てくんなみたいなって、うん、合間にあの収録始まる前に「何、うん、すか?」って言ったら急にトイレに呼び出されて、うん、あの行ったら「 まあなんか女装してトップリードさんとかメンタルさんが女装コント師対決みたいなまあ大体対決構想になってるんでうん、うん、でそのなんか最後そのネタ終わった後の絡みんところで、うん、まあ女装してかわいいポーズ対決するかもみたいな流れになってて、うん、だからちょっとそれ練習しとくわみたいなって急に真木夫さんがおもむろにウィッグをかぶってなんかいろいろやるんですよこれなんどどれがいいかなちょっと見てよみたいにな。って、うん トイレでもうマジで気持ち悪いなと思ってななんか言う <laughs> なんでこいつと思って。って、うん、んかその多分なんか全部見れないと思って僕に見てもらいたかったんですけどトイレだから鏡もあるし勝手に見ろやと思っていろいろやって結構なんかあのこう後ろ向いて振り返ったりとかして、うん、でなんか頭をこうのけぞらしたりいろいろやってるからもういやそれもう可愛くもないしまあ、おっさんの状態ですしねウィッグだけ大物につけてるけど。うんうん で、どれがいいかかなとかすげえもう正直どれでもいいよと思いつつ「うん、これどう?」みたいな結構しんどい立ちでやるから「いやいやもうめんどくせえな」と思って「うん、あの、いや牧尾さんあのやっぱメイクとかしてからやんないとね意味ないじゃないですかやっぱ気持ちものっかんないし」みたいな感じったら「うん、あっ本当そうだな」とか言って「本当そうなのかよ」っていうのもあるし「乗っかるんかい」って「そういうもんなの?と」とこっちはめんどくさいから適当に言ったのに「<laughs> あ,ありがとうそうだよね」今やっても意味ないな」とか言って、うん、<laughs> まあ相変わらず自前でメイクしてね、うん もうすごいですよねやっぱあの人、うん、そういう意味では、うん、ずっと牧雄さんらしさ全開でしたね、まあ、あの日一日ずっといましたけど、うん、なんか急になんか俺そのメンタルをみんなのメンタルを救う仕事がやりたいみたいなわけわかんないこと言い出して何言ってんだよと思ってその。 どういうことですかいやいやいろいろこうアドバイスできるんだよ俺は」みたいな「芸人辞めようとしていく人とかにこうアドバイスしてそれを踏みとどませれたりもするから」みたいな「<ー>でなんでですかカウンセラー的なことカウンセラー的なことがやりたい」みたいな「うん、芸人のカウンセラー的なことをやりたい」って言って、うん、言ってたんですけどあの人ホントにすぐいろんなもんに流されるから一時期 なんかパワーストーンみたいなでっけえ数字つけたりとかあーつけとったいろいろ言うんすよでそのカウンセリングも結局その何がわかるんですかって言ったらいやいや、あのー、自己啓発本で読んだんだけどってもうそんなのかと思ってなんじゃその知識っていうの最終的にはなんかあのいいそのお釜のショーを見たら運気があるとかなんか独自のわけわかんないことを言いだして、うん、これで、ね、一番意味分かんなかったのがツイッターで家の近所で女装してる人を見たラッキーって言、ね、どういうこと <laughs> と思ってたのか。<laughs> どういうい状況何がラッキーなのかもさっぱり分かんないしツイッターでツイッターでって意味怖いでしょもう、うん、いや近所に女装してるし人がいたら怖えだろむしろと思って怖い怖い。アンラッキーだよな <laughs> でもなんかラッキーなんだよ心配になるラッキーっていうことにこれからしていくんだよみたいな,なんかよく分かんない決意表明してましたけどうん だからやっぱそのカウンセリングしたってその金は取れんわけじゃん別芸人じゃしいや別にまあお金が取りたいわけじゃないと思うんですけどあ趣味として楽屋話の一挙みたいなことでまあでももう本当に正直半分ぐらいも何言ってるか全然分かんなかったんですよ<ー>なんか言ってましたけどまあ相談選手な巻き押さんに <laughs> <ー> <laughs> そうそうただまあ結構やめてく芸人が多いから一言俺に言ってくれればなみたいなことは。 言わんけどな <laughs> みんなみねだからなんでしょうけど、うん、なんで急にマキオさんに言うんだっていう話ですけどねただまあ,あのやっぱ楽し,い楽しさ全開でしたよ最終的にそのバスにねロケバスに乗り込む時は思いっきり滑ってこけてましたからねああどういうことだよと思って物理的にも、ね、物理的にも滑るんかいと思って <laughs> 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 言ってだってその前にツイッターでもしましたけどなんかあの人ずっこけて。うん あのもう手がもう血だらけになってたんですよで大人がですよ普通に歩いててこけて、うん、ズボンが破れてたんですよ「どんなこけ方してんだよ」と「<laughs> ズボン破れちゃった」とか言ってそんなこけるんだやっぱりそうそう,あもうこれはまあ気持ち悪いからいいよもう気持ち悪いんであってるなやその血をそう気持ち悪いんだよなんか <laughs> そうかなとか言ってでふざけてその血の部分も僕にこう押して <laughs> 気持ち悪い 35な何歳か知らねえけど <laughs> 30後半ぐらいの人がやってくることじゃねえよ7か37の人がやってくるふざけ方じゃねえよと思って一っとんな結構いや相変わらずマキオさんらしさ全開でしたからそりゃそうか長いもんな顔見たのさってまあまあそれはねわけからやってますから、うん、わけから数えたらいやそうですね早稲田ですからね、うん、とはいえ あ、早稲田かそうかいやそうですよもう、まあ、芸人なんて今もう高学歴が当たり前みたいになってますからね、うん、早稲田そんな珍しいことじゃないもんなもだって雷なんてあんなヤンキーみたいな感じですけどあの早稲田ですからねそうかもう早稲田くらいじゃ誰も何にも言わなくなってんだよ、うん、<laughs> みんなそういうとこばっかりになってますから時代は変わってますよだからただまあ牧野さんとか見てるとね、うん、いくらいい大学でもなんかお茶目な人もいるなっていう感じはありますから、うん またちょっとまあゲストかわかんないですけどマキオさんの話もいやそうですねまたお話ししたいですね会うたびにやっぱすごいやっぱマキオさんとエレクテルの橋本さんとかああいう人ってやっぱすごいよ、うん、まだ あのすごい僕らより後輩みたいな若手は槙尾さんのこととかをやっぱチャンピオンだし、うん、まあすごい憑依とかしてねコントとか当然すごいんですけどチャンピオンとして変にあがめてるところがあるんでやっぱそこを僕はぶち壊していきたいんで槙尾、うん、さんがいかに変かっていうのをねどんどん説教していかないとねどんどん説教していきたいと思う <laughs> どんどんこれからも説教していきたいと思うんでね、えー、ま,あまた槙尾さんの話もしてありますんでね、えー、<laughs> お楽しみにしておいてください。 平日毎日、口を更新しています。ウエストランド井口の、口出し